面白いね。回してみて。はい、こんにちは。まーちゃんの前原です。はい、今日はですね、こちらの任天堂ラボのバラエティキットに入っているピアノトイコン、これね、これを作っていきましょう。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、はい、ということでピアノトイコン大体出来上がりましたね。そしたら今度はスイッチをここにセットします。すると、いや、あ、入った入った。そしたら次はジョイコンをお尻のところに刺すんだな。オッケー、入った。うん、まあ、カメラが内側向く感じだね。うん、はい、ピアノトイコンの出来上がり。あ、これ出来上がった。うん、君の音色を聞かせておくれ。お、じゃあ早速遊ぼう。じゃあ早速遊んでみようか。1、発進。おお。ピアノが飛び立ったけどね。すごい、ね。これのアクションは一緒だね。うん、セットしてOKだね。お、あ、もうこれになるんじゃない？やってみて。あ、ちょっと待ってね、音を聞くしようか。うん、いいよ。おお。あ、ちゃんと反応する。うん、あ、すごいすごい。ちゃんと黒鍵も鳴ってる。本当だ。ダンボールのピアノになってるわ。あ、全部同時になれるのね。うん、一個じゃなくてね。一気になる。すごいすごい。じゃあこの作ったネジ差し込んでみようか。うん、はい、ネジ差し。お、どうなった？ああ。ね、猫になった？うん、面白い。うん、かわいい。ちょっと回すとどうなのこれ。おお。すごい。しかも。ちょっとじゃあこれ一回外すよ。うん、お、消えた。消えた？うん、じゃあ2番いってみよう。2。お？人の声だ。うん、回してみるよ。うん、おお。おー、すごいすごいすごい。急に変わった。はい、じゃあ3番入れてみます。はい、よいしょ。なんこれ、おっさんの声だね。おっさんか。おっさんもエコかかったな。あーだねよ。じゃあ最後はこの丸のネジ、なんだろうこれ、なんだろうね。なるほど、ジョイコンが触れてんのね。うん、お、音鳴ってる。あ、こっちのジョイコンが鳴ってんの。すげえ。あ、こっちも鳴ってる。ジョイコンから音が鳴ってる、この振動でね。うん、すげえ。ちょっと感動。これ録音でしょ、ボタンでしょ、これ。うん、押したまん状態で。はい、あ、そういうこと。じゃあこっちはこんないな。あ、あ、今違う声。あ、再生されてる。ハッピーバースデーディアエーシンク。違う。ハッピーバースデートゥーユー。え、すごい。すごい。はい、やってみて。面白いね。回してみて。はい、ということで今回は任天堂ラボトイコン01のバラエティキットに入っているピアノトイコンを作ってきました。うん、面白いね。そうだね。すっごい面白い。うん、で、ちゃんとピアノになった。うん、素晴らしい。すごいね。
結構時間かかったんだけど作るのね、うん、でもその会話その価値あるかな。そうだね、あ価値あるね、うん、面白かった、うんうん、他のトイコンどうしようか、うん、釣りトイコンとか、うん、バイクとか、ね、バイクはちょっと作ってみたい感じするよね、うん、あと家もあるね。あそうだね、うん、じゃあそれはまた今度作っていきましょうかね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、ちょっと今回のおすすめ動画いつものところ出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこのあたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。